こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。はなです。みくんです。はなです。はい、今日は、はい、来ました、私の大好きなミッドシップスポーツ、はい、MRS 君でございます。お、しかも今日は、はい、イエローな感じで、この車、はい、重大な秘密が隠されております。なかなか MRS 界では聞かないかなっていう素敵なお車ですので、はい、ちょっとね、ご紹介したいと思います。これもみーくんが買い取ったお車ですので、ぜひです、ね、その秘密が何だかお楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、いいよね MRS。 いやー、いいですね。これお盆ほら嫁さんの実家帰って乗ってきたよ。佐渡島行ったみたいですよ、阿部ちゃん。佐渡島行ったの？佐渡島、そうなの。俺この間五島列行ったよ。しかも仕事ね。みんなして島行ってみんな島行きたいな、はい、そう。まあそんなところなんですけど、はい、なかなかね、これみーくんが MRS 買い取るパターンって少なくて、実は。確かに、うん、よっぽどこう思い出のあるお客様がご依頼してきたっていう感じなんですけど、うん、どういうお客様ですか、こちらの。こちらのお客様ですね、なんとこの車、はい、はい、ね、延滞色、黄色、はい、よくこれを新車で買おうと思ったかってことですよ。そうなんだよね。MRS って新車の時カラーバリエーションすごいいっぱいあったの、はい、実は、はい、だけどその中でこの黄色なかなかいかないよねっていう。しかも中古じゃなくて新車です。新車ぶち下ろし黄色。ぶち下ろし。やば。ワンオーナー。ワンオーナーですよ。大切にコツ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 ね、まあ、あっち交換こっち交換して見てわかるじゃないですか。はい、合わせてない黄色が、はいはい。これレモン色じゃないですよ。レモン色じゃない。ちゃんとイエローです。イエローですよ。このイケてる黄色の色。そうだな、ね、はい。やば。俺一回も見たことないね。街中でも。あ、そうですよね、うん、赤とかが結構多いイメージですね。赤とか紺とかね、うん、色物だった、はい、俺黄色ワンオーナー。しかもこう、ね、パッと見た感じなんかむちゃくちゃこうチューニングというかエアロもバッチリ組まれてて、いや、そうなんですよ。なんかホイールとか車高とかさ、うんうん、私こっから見えるあのちょっといやらしい柄あるじゃないですか。うわ、いやらしい。うわ、嵐塗り分けしてるっていう。こういうの好きでしょ。これ好きですね。白見せチックな。あ、余裕ある人じゃないと。わっ、ちょっとアピールが。あ、相当お金かかってますよね。わ、いや本当ですよね、はい、フロントだってほぼね、バンパーも、うん、まあ、ボンネットもカーボンなのに同色塗装してるし、うんうん、これちなみにね、はい、これ車だけじゃなくて、はい、パーツも、はい、おんこ盛り買ってきます。はい、写真こちらです。はい、もう本当にうんこ盛りでした。うんこ盛りですもん。そうですよ。あの、フリマ開いてるのかと思いました。そうです。フリマで。そうなんですよ。あの、普通の会社はね、あの、そういうね、あの、フリマのものはね、買ってこないですけど。かわいいよね、あんなパーツ。大変なんですよ。はい。庭でフリマ開催して。庭でフリマ買うとね、大変なんですよ。お客さん、これ2回出してくれないんですよ。ほんとほんと。これはなかなか荷物が積めない車じゃないですか。そうなんだ、2回出してくれないんですよ。そういうことか。そうなんです、はい。しかもやっぱワンオーナーだから、はい、ノーマルのボンネットとか、そういったパーツが、そう、シートとか足回りとかアルミホイールとかマフラーとか、はいはい、しっかりと全部ある。もう売って正解じゃないですか、トラスト企画に。まあ、じっくりハマってますよね。そうですね。まあ、よく言えばちゃんと動画をご覧いただいてるっていうことでして、はい、勉強されてる。で、しかもね、あの、いくらでもいいから買ってくださいって感じです。もうそういうのやめた方がいいですよ、皆さん。本当にトラスト企画1本ですって感じ、はい、そうですね、はい、ちゃんと LINE の文章で言ってましたね、はいはい、トラスト企画にしか頼んでない、うん、はい、はい、ハマります。まあ、でもうちぐらいしかそのパッケージというかね、うん、車とパーツ一緒に引き上げれるところってないっていうことですもんね。だってそもそも2回引き上げに行く会社さんないんじゃないですか。手間とね、人件費かかりますし、はい、2回も行ったら。そうです。
だってわざわざ買ってきてノーマルに戻したりしないでしょ普通の会社だって。そこもね、全部通してやんない。これドキドキしちゃいますよね。ボンネットもありますからね。そうですよ、ボンネット。はい。それはもうきちんとした黄色ですか。そうです。うわ、はい、だって新車外して言ったらあれですけど、はい、ね、もう、はい、まあ、丁寧に乗られてる。そうですね、もうこの辺のほらシートのグリッドのね、そうそうそう、ウォーマックスな感じで、ウォーマックスとかほらよくこれ入ったよね、ほらね、うん、おお、まあこういうね、パワー、そう、補強バーこうね、これなんていうか知ってます、これ。あ、彼女これなんでしょう、これなんて言うんですか。これジャングルジム。ジャングルジム。そうです、と子供の頃よく公園で遊んだでしょ。遊びました。あります、ジャングルジムって今。ありますよ。あります、あります。あれです、あれ、はい、これジャングルジムっていう名前の。そう、あ、そうです、ジャングルジムって名前の。大人のジャングル。そうです、はい。あ、しかもこれあれ、なんてここが、はい、あれ、そうなんですよ、これは男の子なんですよ、しかも。おー、これもまた男の子。そりゃそうですよ。SMT じゃダメなんですか。あ、そうね、響きはいいけど。ダメなんですよ、これ、ね、響きはいいよ。オートマですよね。オートマで、オートマって言わないですけど、はい、あの、シーケンシャルシフトって言うんですけど、スーペダル。あれね、壊れちゃうんですよ。大体壊れてる。半分の1ぐらい壊れてる。そうだね。だめっちゃ壊れてるな。そうなんですよ、あれなんかね、悪いっすよ、あれ。オートマ限定免許の人、まあ、意外とこれ車って安いんですよ、うん、MRS、うん、今結構狙い目です、うん、実はマニュアルより壊れにくいっていうイメージあると思います。世の中でオートマの方がマニュアルの方がめっちゃこう動かすじゃないですか。あ、まあね、荒い運転したりとかね、そうそうそう、してね、車のコンディションが良くないとかっていうね、うん、お話しされると思うんですけど、まあ、そもそもパワーないですから大丈夫ですよ、はい、パワーが不足してますから、はい、ミッションブローはほぼないみたいな。ないです、はい、大丈夫です。ブローまで行かない、行かないです、もう全然パワー足りず、はい、もうリポビタン D を飲みなさいって感じ、はい、注入したい感じで、はい、パワーガーッって感じで、はい、もうね、リポディじゃ足りない世代だから、あのなんか1600円ぐらいの、あるよ、俺リポディスーパーってやつがあった、出た、なんかね、あれにもグレードありますから。あ、そうそう、あ、黄色のやつでしょ、黄色のやつ。なかなか普通の人だと手出せない値段の。おっとって言いながらね、そうね、それ飲まないとこう、おぞっていう時に大丈夫ですよ。結構ね、それ貢ぎまでもらうんですけど。確かに。ドリンクもらうよ。夏とか。ありがたい。10本入りだったりしてもらって、はい。10本以上の時もありますよね。ケースの時ありますね。お、めっちゃ重いみたいな。そうですね。ありがとうございます。足の顔。じゃあこれはもうオーナーさんのお家にお伺いした時から、はい、もうウェルカム状態で。そうです。はい、大歓迎な感じで。はい、もう行ったらね、ブルーシートの上にちゃんとほら、タイヤとかパーツとか、そうですね、もうきっちり並んでて、はい、これですね、やっぱ見やすいですか。見やすいね、全部並んでるから。いつもね、行くとね、車を査定してキングが出てから、ちょっといいですかって、うん、後出しパターン、うん、ね、倉庫の中に、はい、パーツがあるので見てくださいってあるんですけど、パーツの中でいろんなものがあって、これ違うな、これ違うな、あ、仕分けしながら、これだこれだ、あ、ちょっとこれです、あ、出せないなとかって言って、ね、奥にあれやってもそうなんだよねとかって言ってよくやってますね。やっぱこうブルーシートに並べるとさ、はいはい、そういう時はざっくりです、はい、押収品みたいな感じで、そうです、まあ推定いくらっていう感じで出して、ああね、はい、じゃあもうこう並べられてる場合はちょっと、はい、あ、ちょっとちゃんとやんないとなみたいな。まあちゃんとやんないとっていうか、まあこっち見れば何があるかってわかるんで、あ、変えられてるのを見れば、あ、そうです、ノーマルパーツだと、信頼ありきのプライスです。そうです、これ、はい、ちなみに押収品をさ、はい、ブルーシートに並べてる人たちってすげえ暇だなと思うね。ああ、綺麗にね、下着泥棒とか。そう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 。あれはね、きっちり並べてんの。こうちゃんとね、寸分たがわず斜めになったりしないで、ほらちゃんと表裏になってたらちゃんと表にして、こうちゃんと並べるね。これ、あの仕事で公務員でやりたいな。何かに配属すればできる。ありがとう。ね、何かなんでしょうね。警察関係者の方、その並べるのは何かが行ってるか、ちょっと教えてください。教えてください。じゃ、入れ物を盗む人とかの押収品とかだったら。やんないっす。絶対やんない。なんつことですか。並べるのがいいんじゃないんだ。はい。物が大事なんだ。そうですよ。こう想像しながら並べていくっていうのは。うわ。あ、これは誰かな。時間かかりすぎだろ。だってよくさ、押し入れの中にさ、ね、
服とかさ、あのリストラする時あるじゃないですか。あ、これそういえばあの時に買ったやつだとか、ここで、あそこの服着てあそこでやすね、値段とかだなとかって言ってさ、はい、あどっとこみたいな、結局捨てられない。そうそうそう、あるある、うん、この車で、はい、あとリストラされてるし、はい、わあオーナーだったのに。いや、しょうがないですよね、しょうがないですよ。だって4人家族で車にならないってどういうこと。すげえ。1人 1.8台。どういうこと、はい、え、このオーナーさんは、はい、お父さん、はい、うん、お父さんは何台持ってる。3台です。それはターゲットとして1台90台ってなるじゃないですか。そりゃそうだ。そうそうそう、お母さん1台とかね、まあ、息子は2台とかね、なってる増やしたから。お父さん3台だから、それは狙われますよ。あ、でも車がやっぱ好きなんですね。お父さん3台もいらないでしょ。しかしその通りです。一番実用的じゃないやつ。いやいやいや、でもしょうがないですよ。この他にもさ、86とかあるから。あ、いやね、といけな、はい、やっぱスポーツカーなんだ。そう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 、そう、アルトワークスとかさ。ああ、すごい、ダメダメ。これは一番こう実用性のないものがリストラされます。そうなのよ、はい、MRS って特に実用性なくて、MR2 までは一応トランクあったんですよね。そうですね。だけどこの車ってトランクどこにある、塚花ちゃん。え、トランク、はい、ちょっと後ろ見てみようか。じゃん、はい、MR2 ここにトランクある。ここありますよね、あったあった、この幅に。あったあったあった。あれ、あれ、ここはもう乗せられないですよね。乗せられないです。トランクここトランクも置いちゃダメ。置いてダメです。置いちゃダメだから。お、うん、じゃあ前、前に、前ってことですね。前にトランク、はい、はいはい、ほーら。あれ、トランクない、トランクない、荷物置けない。地面見えちゃってるじゃないですか。荷物置けないんだよ。これはこういう風にオーナーさんが加工したってことですか。違います。え、純正で。そうです。ここ本当はスペアホイールありますよ ね、 あのついてたりとかするよね、はいはい、だけどトランクはないんです。 MRS はないんです。だからなしです。最悪じゃないですか。はい、え、はい、この、この実用性のないね、あの車、はい。これは間違いなくそう言えますね、はい、リストラ筆頭だよね、はい、しかももうスペース余りすぎじゃないですか、はい、もう4人家族でだいたい2人乗りの車乗るんじゃないって話だよ。怒られてる。味方なし。そうそう、僕にもいけねえじゃないかって話だよ、はい、まあでもこの車って実は見た目以上にすごいカスタムされてて、はい、なんかリストとかもあるんだよね。 あります、はい、やっぱオーナーさんワンオーナーなので車のね歴史も全て分かりきってるので、うん、これ送られてきた LINE ですね。すげえ。内装外装、うん、部品関連から不具合までもうみっちり。タイヤのサイズとかも詳細すぎますね。まあ、ここまでがカスタムポイントで、こっちからは、はい、あの一緒に来るホイールとか純正あのフリマ、そうそう、フリマシリーズ、はい、フリマシリーズ、はい、はい、すごくないですか。らららら、詳しい数字まで載ってるんですよ。はい、車好きだからね、ちょっとこうやって晒してあげないと、ほらせっかくだから。まあそうですね、そう言ってました。ディスリでも何でもいいので、そうそうそう、思い出になるように動作は必ず。だいたいね、あの新車で当時この車を買うとですね、だいたい近所のビジーラからさ、はい、なんで悲しい色買っちゃったんでって悲しい色だね。イエローとかでもイエローじゃない、悲しい、なんで悲しい買ったんだいって話になっちゃうわけですよ。やだな、悲しい色って言う。なんかもうちょっと白とか黒とかのさ、よかったんじゃない、ね、なんで悲しかったんだ。それに負けない精神で、はい、これ乗ってるともうだいたいねバレます、どこに遊び行ってっか、うんうんうん、確かに当時だったらね隠れられないですね、はいはい、目立つからね。そうですね。あ、でも今だったら一周回ってこの色の方がいいんじゃないですか。もしかして、うん、ね、今はね、はい、あの実はあのこういうね希少してきたカラーっていうのが人気がありまして、うん、あら、そう、もう MR2、MRS でも色が人気なんですけど、はい、例えばね、ER34 とかでも黄色人気だし、うん、ね、ランスファとかでも黄色に、そう、はい、シビックタイプ R も黄色、ウィンティム、うん、ね、そこら辺の黄色は人気なんですよ。ただね、人気じゃない黄色もあります。人気じゃない黄色、はい、
バネ黄色。青いっすねあの、いや、なんだ、人気があるとかないとかっていうのはまず問題があって、はい、どういう基準で、うんとね、これは例外です、本当。そうだね、こうなってしまったっていうのは、うん、あくまでも、日本人の感覚からするとこの色は不人気です。ただグローバルな視点で見ると、海外で見るとやっぱり俺だけの色、うん、ね、俺色に染める、オンリーワンのそうそうカラーを、そうそうするとこれになっちゃう。はい、外車のスポーツカーとか派手ですもんね。あのよくあのなんだっけ、映画とかでもさ、うんうん、トランスフォーマーくどい感じの色多いじゃないですか。多いですね、はい、個性豊かな、はい、ね、そういう感じで日本車だから、うん、色が希少になるってことですね。そうだね、スポーツカーで、はいはい、まあ、でもやっぱりオーナーさんもいくらでもいいよと、ね、トラスト企画にしか下手出してないんだからって言ったら、もうミー君はもうこれはチャンスだっつって、じゃあ全部で5万円でみたいな、ちゃいますいやーです、はい、これはさ、あの希望価格より高く買いました。うわ、全然いくらでもよくないじゃない、いい意味で来ちゃう、裏切ってくる。そうじゃなくて、結局その適正な仕入れ価格ってあるじゃないですか、はい、まあ、それで話してる、うんうん、お客さんが安く売ってくれるって言っても、いやいやいや、このぐらいありますからって言って解体してます。それでも利益取れてますから、はい、大丈夫です。はい、はい、2回行っても利益がギリ、はい、いやだって利益しか取れないじゃん、これだってノーマルパーツほぼあるんですよ。あー確かに、もうこれからどういう扱いになるかはトラスト企画の視聴者の皆さんだったら、ボンネット行くらかな、あー、ね、T さんだな、ほらボルトスのいくらかな、ブリッドのフルバケいくらかな、なんかこういろいろついてんじゃないですか、あらららら、うん、ね、うん、そうすると、はい、売れてしまう。で、車的には最終的には、うん、もう丸然とした形に戻って、うん、っていうことですね。しかも黄色で、しかも黄色でまた戻る。だいたいね、あの埼玉とかね、神奈川の方で売られることになります。はい。はい、車的には NG です。NG なんだ。NG です。なんでですか？どこが？これはですね。書いてある？書いてないじゃん。書いてないですよ、ミーク。大丈夫なんじゃないですか？甘いですね。え、だってワンオーナーで大切にしてる車なんだからさ。あ、走行距離？違います。走行距離は？違います。あ、11万キロ。まあ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 、まあ、全然。何？ちょっとぶつけたいですよ。どっちですか？リアですか？フロントですか？フロントです。あー、まあ、ギリギリセーフなところだと思うんですけど。出た。はい、はい、下の方ね。うん、あギリギリセールだと思うんですけど、うん、はい、ただ微妙なのでちょっと売るのを躊躇してみて。分かります、はい、これもしかしてフロント周りにバンパー社外品入ってるのってそういう理由だったりします？オーナーさん違うかなボンネットとかね、はい、だからボンネットはね、これちゃんとありますから。ボンネットはセールだった、はい、バンパーはそんなにあの触っこうぶつけて交換してますけど、あの全然大丈夫です。はい、すごい、さすが。はい、じゃあこれちょっと MRS 乗りの皆さんには朗報な感じなんじゃないですか、もしかして。これパーツの方はしっかり、お父さんチャンスですよ。ボンネットとホイール出ますよ、お父さん。はい、まあ、足回りのスタビとか、はい、ね、ターバ PRD のターバとか出ますから、はい、お父さんチャンスチャンス、はい、ね、うわ、ジャングルジムも出ますから、はい、いいですね、シートも出るもんね、はい、あ、ボーナス貯めて、はい、買うしかないですね。から足回りから、はい、アース関係から全部出ますから大丈夫ですよ。だけど車は、はい、また他のお店で、他のお店で買ってくださいねって言われるんです。はい、はい、まあ、ということは今回はトラスト企画の強みが最大限に発揮された買取事例だったってことですね、うん、そうですね、そうですね、はい、この同じパッケージだったらおそらく他の業者には負けないと思います、うん、パーツと車と、はい、パーツと車ってなってる場合、ね、特にワンオーナーだったりとか、はい、やっぱパーツをしっかり、うん、あの純正パーツとか、まあ、車内パーツもあるんですけど、うん、実はね、あの交換して交換してみたいな感じのやつがあるんですけど、はい、長い期間乗ってましたから、いいそういうものをちゃんときちんと取ってある人っていうのはやっぱり、トラスト企画に依頼するのが一番いい、一番いいと思う、はい、で特にね、ワンオーナーの方だとパーツも大量に溜め込んでますから、はい、そうです、はい、もしそういったものもまとめて、はい、そうです、まあ、ちょっとね、そうです、あの蹴りつけたいと、はい、
いや、普通に、買い取り、普通にね、一般的な買い取り専門店に持っていくと、車しか買ってくれないんですよ。そうだね。そう。それ、やっぱり、車庫の中に残しちゃうんで、そうですね。はい、しかも全部残っちゃうんで、はい。それ、一個一個売っていくの大事じゃないですか、ボンネット売ったりとかするの。そうですね。自分で持ってったり、薬局出したり、コンポどうしたみたいになっちゃって、はい。しかも、こう、そういうところで買い取りに持ち入れるっていうのも大変じゃないですか。持ち入れるんですごいですね。持ち込む、はい、持ち込むのも大変だと思う、はいはい、そうだよ。だって黄色い看板は二足三本だからね。そうですよ、はい、そうです。だからトラス企画に任せてください。はい、はい、じゃあ今回ね、オーナーさん の, 希望以上で買い取れたということはすごく嬉しかったのかなと思いますので、はい、もし同じようにね、ワンオーナーで大切にされてる車と新車の時から溜め込んでるパーツ、うわ最高、まとめて手放したいという案件ありましたら、ぜひトラスト企画にご一報ください。はい、よろしくお願いします。デマレス乗りの皆さんは今後これについてた素敵なパーツがヤフオクの方に出品されていくと思いますので、はい、ぜひそちらも注目してご覧になってください。各ページの URL 概要欄に貼ってますので、ぜひご覧になってください、はい、お願いします。ではオーナーさん、今日は思い出に残ったかな。そうですね、分かりましたかね。ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。2台目も3台目も待ってます。86もお願いします。はい、トラスト企画広報部です。え、弊社で働きたい。確かにうちは新旧スポーツカーが大量に入ってくるし、特殊な福利厚生もあるし、自分で考えて仕事ができるから働いてて楽しい会社だけど、え、車好きな20歳の女子採用。明日から会社に来てね、待ってるよ。